衝撃の話があるんですよ。一番売れてるロゴ800万円売ってるそうです。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。かの有名なリライブ社長佐々木さんでございます。じゃあせっかくなんで、あ、じゃあマイク持っていただいて、ここになんか商品があるということは、はい、あのどなたかやっぱり、はい、まさかいつものネタを俺は疑ってる、怪しい、来てみたいという方、お、じゃあ早速、じゃあ佐々木さん、いつものネタをよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。私も疑ってるって方で、僕と友達じゃないって方、今あの押すのに手伝ってもらえればと思うんですけど、どなたかお願いできませんか。今回やるのは前屈と、それからあと、まあ、柔軟性ですね。柔軟性と体力が来た瞬間に変わる、ずっと上がるっていうのをあのやってみたいと思います。はい、まずですね、前屈をちょっとやってみていただけるでしょうか。はいはい、こんな感じです。10センチくらいありますね。ちょうどいいくらいです。ありがとうございます。で、今度ですね、手をあの横に広げまして、はい、このくらい曲がりますね。はい、大丈夫ですね。ありがとうございます。後ろに手を組んでいただきまして、このままあの押してください。グーッと押してください。はい、もう少し強くですね。はい、ね、この感じです。 ここで佐々木さんが押してしまうとやらせになるんじゃないかということで、あの、はい、ご協力いただいております。じゃ、もう少し強く押してもらっていいですか。崩れるくらい、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。ありがとうございます。このシャツを着た瞬間に電気信号がちゃんと流れて、筋肉がちゃんと、機能する、そして、自律神経がちゃんと整うという状態になったときに、どんな風に変わるかというのをお見せいたします。いや、そんなね、まさかねそんな、ただシャツ着ただけですからね。はい、じゃあまずあの後ろから押すのを今と同じ力で同じ角度で押していただけるでしょうか。お願いいたします。はい、ありがとうございます。どうですか。なんかさっきよりこう動きが変わってきてるのは分かりました。本当に耐えられるなって感じがしました。ありがとうございます。これ来た瞬間に、エビデンスによると平均で、背筋力 38%、 握力で 10% 上がります。じゃあ前屈お願いいたします。ということです。もう着くとこまで行ってますよね。どうですか。どこまでも行きそうな感じで、はい、はい、ということは柔軟性が上がっているので、当然これってこれ体の肩こりとか腰の痛みとか全部これあの、固まっていることですから、この瞬間に柔らかくなっているわけですということが一瞬で起こります。ではもう一つ、ではこれ後ろ上柔軟性もう一つ言います。可動域ですねはい、ありがとうございます。いや、これが一番分かりやすくて、すごい柔軟性が感じられました。ありがとうございます。多分 20% ぐらい後ろに曲がってましたね。おー、なるほど。はい、ありがとうございます。今日私たち、私お友達でもない、何でもないですよね。初めてですね。はい、じゃあ最後にご感想お願いします。私実はスポーツをやってたんですけども、あのその時に出会いたいなって思うぐらい衝撃的なシャツでした。ありがとうございました。すごいんですけど、やっぱ怪しいじゃないですか。怪しいから実際に着てみないと売れないんで、なのでこの代理店が機能してるわけですね。代理店さん今何件あるんでしたっけ。今50件ほどあるんですけど。そうですよね、はい、でフランチャイズチャンネルがお手伝いしてから何件増えたんでしたっけね。30件くらい増えました。30件くらい増えましたね、はい、その中で衝撃の話があるんですよ。一番売れてるところ800万円売ってるそうです。しかも別に店舗もいらないですからね。すごくあの加盟していただいたところが調子がいいので、二次募集みたいなのをスタートしようと思ってます。じゃあ竹村さん、ちょっと一言。代理店さんの売り上げを見せてもらったんですけどね、まあ一つだけね800万ってすごかったけど、でも11位ぐらいまで100万でしたね。100万っていうのは結構あるんですよ。100万だったら40万50万残ってるんですね。普通代理店だったらね、別に縛りもないですし、売れなきゃ売れないんだからほっとくんですけど、手応えを感じる人はガンガン売るんだなというふうに思いますね。はい、一次募集で好評だったんで二次募集を開始しますんで、日時はこちら。佐々木さん、どんな人に加盟してもらいたいですか。リライブシャツはやはりあの本当に多くの人に役に立ちます。まず自分が体感してこれは本当に伝える価値がある、それが分かった方にぜひ手伝っていただきたい。そうするとね、熱意が伝わるんですよ。ぜひ熱意がある人来てください。お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。というわけでした。じゃあ、リレーブシャツの佐々木さんでした。ありがとうございました。